神上様の神髄を見せてあげましょう。今回は圧倒的におすすめしたいパイロット、神上座のリンを紹介したいと思います。ついに来たって感じよね。この人については実装前だけど知っている人が多いんじゃないかしら。実装前にもかかわらずかなり注目されている期待度の高いパイロットよね。あ、鎖骨がセクシーでいいよね。あと晒しを巻いてるところも。確かに着物ならノーブラでもよかったと思う。でも晒しを巻いてあることで余計にセクシーになっていると思うんだ。あら、神上園といえばこのゲームでトップクラスの人権キャラでしょ。ティアー表での最上位のキャラクターよ。みんなその強さに注目してるに決まっているでしょう。でも晒しのせいですっごくエロく見えるんだよ。神上園さんの晒しに包まれたい。おいおい、また妄想に走り出したよ。ほどほどにしておかないと、うぶ主の性癖を語るだけで終わっちゃうぞ。しょうがない、本当は振袖や帯を引っ張って良いではないかごっこもしたかったけど、見た目についてはほどほどにして次に進もう。はあ、やっと本題に入るわね。この動画は油断してるとエロかアニメネタに走り出すから油断ならないわ。神上園さんといえば声が水木奈々様なんだよ。今度は声優ネタか。いや、私だってキャラデザや声も素晴らしいと思っているわよ。でもやっぱり神上園さんってまずは強さを一番に紹介したいところじゃないの。鎖骨やおっぱいの方がいいよね。声にも歌姫の付加価値があって素晴らしいわ。美人だし、振袖剣士って言葉がぴったりだわ。やっぱり大和なでしこなキャラはいいわね。ということで神上園さんの声をちょこっと紹介するよ。あなたは、あ、なるほど、あの傭兵団の方ですね。剣術なら誰にも負けないつもりです。もしかしたら私たちはあの戦争で出会ったのかもしれません。団長、お兄さん。はあはあ、神上園さんにお兄さんって呼ばれたい人生だった。いや、これからその人生を作っていくのよ。さあ、クレジットカードを出して。さあ、もう十分でしょ。そろそろ性能の話をしてよ。どういう風に強いキャラなのか気になっているんだから。その前にイベント雪解けの時について少し振り返っておくよ。ああ、もうすごい気がするわね。シュミリとスラのハロウィンイベントを思い出してくれたらイメージつくと思うよ。その時私いなかったから、どんなイベントか知らないわ。毎日の任務消化でアイテムを回収するミニイベントだよ。期間中は毎日緊急賞金任務でイベントアイテムがドロップするから、それを集めるわけ。集めるって言っても確定で生まれるから、普通に今言ったステージをいつも通りクリアするだけだよ。そうして溜まったアイテムで商品と交換するだけの簡単なイベント。このミニイベントの告知でこの画像が出てきたから、ミニイベントに合わせて神上園輪郭登場すると一気差はついていたわね。実際はエロイース特徴はあやの復刻だったわけだけど、この画像はイベントストーリーの内容に基づいたイメージだと思うけど、実際にイベントストーリーでは神上園輪が登場したからね。エロイースも九条あやもここで登場するから、それに合わせてピックアップガチャが開催された感じかな。ちなみに目玉はナターシャの振り袖姿のスキンね。帯を引っ張ってくるくる回したいわ。着物着てたら鉄板ネタだもんね。ナターシャに、あーれーおやめくださいって言わせたいよ。あんたたち、そんなハレンチなことばかり言ってて恥ずかしくないの。強化版ワカメちゃんに言われたくねーよ。パンツじゃないから恥ずかしくないもん。ちなみに同じタイミングで衣装販売もされたね。イブリン、ソルベイグ、エロイーズ、ベルナレットの着物は優勝クリスタルでの購入枠で登場したよ。というわけでお待ちかね、今度は神上園さんのスキル内容を紹介していくよ。あー、ようやくか。ここまで長かったわね。と言ってもスキルはいつも通り翻訳だからね。間違っている可能性もあるので、そこはご了承ください。実際の出撃は日本版の機体を入手してから紹介しようと思うので、今回は内容だけ紹介するよ。ようやく神上園の強さの秘密がわかるわけか。どんな強力なスキルなんだろう。神上園の神髄は桜マークにあるんだよね。これが強さの源。桜マークを獲得するたびに攻撃力と会心率が上がっていくのね。最大20個重ねかけ可能か。なるほど、どんどん攻撃力がアップしていくのね。でもこれだけじゃ他の機体と比べても特別な性能って感じじゃないよな。人権キャラになる
通り、このアクティブスキルは他のスキルと組み合わすことでめちゃくちゃ強くなるからね。それでは他のスキルも見てみようか。まずスキル2は自身の攻撃を強化する内容。見てくれたらわかると思うんだけど、敵が元気な時に 150% の攻撃を叩き込むよ。そして戦闘機起動後は敵が弱った時にも罰がかかるわけか。追い打ちをかけるようになるんだな。これを見るところ、神ウェゾンさんのスタイルは先手必勝タイプなんだよね。スキル3では桜マークの獲得ボーナスが付く内容になってるよ。専用機起動前は5個と10個獲得時、専用機を起動したらさらに15個獲得時にバフがかかります。5個獲得時から攻撃中に回復効果も付くのか。これってかなりレアでありがたいスキルよね。自身の効果で攻撃しながら回復ってかなりしぶとくなるんじゃない？しかも攻撃力もスキルでどんどん上がっていくし、専用機起動した時も15個のボーナスがやばいよな。3倍ダメージか。しかも通常攻撃の 22% ってかなり高確率だぜ。神上様は A 型の格闘タイプだから攻撃速度が速い。4、5回に1回は3倍攻撃できる計算か。どんどん恐ろしくなっていくでしょ。本当よね。このスキル3が特にヤバいわ。でも肝心の桜マークはアクティブスキル発動時に獲得よね。アクティブスキルマシラ、どんなに強力でも時間がかかって意味がないんじゃない？それで終わらないのが神上殿が人権キャラである理由なんだよ。スキル4はマジでいかれた内容になってるよ。アクティブスキル以外でも桜マークを獲得できるスキルだけど、ダメージアップの効果もしれっとあるよ。これ以上攻撃力が上がるってことか。うん、専用機起動後はさらに効果が追加されているわね。これがイカれた内容だよ。さっき神上殿は先手必勝タイプって言ったよね。桜マークを5個獲得するとエネルギー全回復、つまりこうなります。チリはチリへと。アクティブスキルの連チャンか。これはなんというチート能力。アクティブスキルで 1700% の攻撃をぶちかまし、さらに桜マークを獲得。桜マークが溜まると、スキル1の獲得ボーナスに加えて、スキル3の獲得ボーナスも発生する。これって相当強力だよな。桜マークを5個獲得のたびにエネルギーを1000回復するってことは、1回の戦闘で4回エネルギーを1000回復するタイミングがあるってことか。これが人権キャラ、神ウェイドの凛の実力だよ。ほんと、顔よし、声よし、性能よし、な、3拍子揃った神キャラだよ。ビトンバンだと構成外での交換になる代わりに、パーツの性能は最高クラスだからね。厳選も必要なく最初から高性能パーツを入手できるわ。どんな化け物になるか楽しみよね。ネタなしに神上殿の凛は無理してでも入手しておくことをおすすめしておきます。大使やと同様か、回復や先手必勝で大使を超えるかもしれない。今回はそんな神上殿の凛を紹介しました。ということで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。